い、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、カードダスハピネスチャージプリキュアプリカードコレクションプリキュアオールスターズセレクションです。1回200円のリアルカードダスでプリカードが2枚入ってるそうです。プリチェンミラーとデータカードダスゲームのプリキュアオールスターズで遊べるカードですね。しかも今回はプリキュアオールスターズセレクションなので、過去のプリキュアがプリカードになってるそうです。今回は1000円使って5回やってきました。ではレビューしていきます。はい、ちなみにプリキュアオールスターズはこんな感じです。フレッシュプリキュア以降だったら大体わかります。今回狙うのはキュアブロッサムかキュアムーンライトのユリさんもいいですね。キュアパッションとか、あとスマイルのレイカさんとか、その他にはキュアハートとかキュアマコピーあたりもいいですね。あ、ミルキーローズも嫌いじゃないです。ではまず1個目、なんでしょうか。お、キュアムーンライト、やった、ユリさんじゃないですか。よっと、いきなり大当たり。あ、ちゃんとコロンもいますね。すごい、高校生プリキュアですよね。プリカードは2枚ですから、これが1枚と、もう1個、上半身。そして、キュアムーンライトのステッカーですかね。でも、これ2枚しか入ってないので、キュアムーンライトが下半身下着みたいな。こんな感じになっちゃいますね。未完成のキュアムーンライト。ワンセットじゃ、完全なプリキュアになれないんですね。でもいきなり、キュアムーンライト来ました。これはダークプリキュアは、ラインナップされてないんですかね。なんかユリさんがいるんだったら、ダークプリキュアも欲しいっすね。あ、ラインナップは書いてないですね。では2つ目。これ全部、ボトムスが入ってなかったら、どうしましょう。せーの、ドン。あー、プリンセス。これ持ってますね。プリチェンミラーに付属してますからね。あ、でも今度は、ボトムスしか付いてないです。まあ、プリンセスも可愛いっすよね。では3つ目、ブロッサムかマコピーかマナ。3つ目、せーのドン。あれまたキュアプリンセス、今度はトップスバージョンです。あー、そうっすか、かぶっちゃいました。歴代プリキュアが全然出ないんですけど。はい、4つ目、マリンでもいいっす。せーのドン。マジっすか。あ、でも今度はムーンライトとボトムスがついてますから、この3つを合わせればキュアムーンライトの完全体ですね。1人は完成しました。そしてステッカーは3人乗ってますね。ユリとエレンとレイカさんですね。では最後、4パック開封して、歴代プリキュアはまだキュアムーンライトしか出てないです。最後お願いします。せーのドン。レモネードか。これプリキュア555ですね。どうせ黄色だったらスマイルの弥生の方が良かったな。ステッカーはこんな感じ。そしてキャラクターカードと、今回はボトムスですね。もちろん未完成です。では今回出たカードは、まずキャラクターカードがムーンライト、ムーンライト、レモネード、プリンセス、プリンセス、かぶりまくりですね。そして洋服がレモネードのボトムスとキュアプリンセスの上下、それとキュアムーンライトの上下ですね。ただ今回のこのキュアムーンライトの上下セットを使えば、キュアプリンセスがキュアムーンライトになりきることができますね。これ以外にもレモネードにムーンライト、いや似合わないですね。逆にユリさんにプリンセスの格好させると、ちょっとコスプレっぽくなっちゃいますね。あ、なんか、あ、ちょっとプリカード楽しくなってきました。遊びはこの辺りにして音声確認しましょう。ではまずはユリさん入れて、キュアムーンライトのボトムスとトップスをセット。はい、これで OK ですね。おお、キュアムーンライトの本物の声で決め台詞を言ってくれるんですね。これはすごいですね。キュアレモネードいきましょう。キャラクターカードを入れて、コスチュームはボトムスしかないです。このままいきましょう。あー、音声が出ない。トップスをムーンライトにして、この状態でもう一回セットします。あー、
ー、残念。これは3枚揃わないとセリフ言ってくれないんですね。あー、そうっすか。ということで残念ながらちゃんと3枚1セットになってないと特別な音声は出ないっぽいですね。あとこれの遊び方としてはもうゲームセンターに行ってプリキュアオールスターズのゲームで遊ぶしかないですね。はい、ということでデータカード出すプリキュアオールスターズセレクションを紹介しました。とりあえず狙ってたキュアムーンライトの1セットが手に入ったのは良かったんですけど、プリカードが2枚しか入ってませんので全身コーデが揃わないのはちょっと微妙ですね。まあ、もう1回ぐらいはやってくるかもしれません。以上、データカード出すプリカードコレクションプリキュアオールスターズセレクションの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。